よう。はい、どうも。それではやっていきましょう。久々の、カルソニックですね。トレーラーの方は今ちょっと裏作業の方をちょっと着々とやってるところでございまして、前回この裏目ね、目を塗装失敗して塗り直しをしてますというふうにお話をしたわけですが、そいつは一応完成してます、がとりあえずそれをつける前にまずもうここまで来てるんで合体を先にしてしまおうかなと。これをつけてから合体してもいいんですけど、もうここまで来てたらもう合体を先して、そっからこれヘッドライトつけてもね別に問題はないんで、ヘッドライトの方を合体をさせていこうというふうに思っております。で今一生懸命ねガラスを綺麗にしてるんです。今さっき動画撮り始める前にセラミックコンパウンドで中は磨いてはおいたんですが、他に残ってないかとか、そういうのはちょっとね、一回もう閉めちゃったらもうね、開けないんでね。その辺はしっかりとチェックして、大丈夫でしょう。ただ、ホコリを閉じ込めちゃうと、それはそれでまた厄介なんで、こいつと一緒にこやつの方もホコリをね、だいぶほったらかしてたんでね、ホコリがそれなりに溜まってる可能性がありますので、この内部だけなんでね、ホコリがどっから入ってくるか分かんないんで、ちょっと気をつけていきますけれども、でちょっと待ってね、これだ。これ、組み付けの仕方をね、ちゃんと見とかですとね。後ろだね。E17、E18、19、ボディーというと、こいつで E18、19。そういうことか。もうあんま関係なかった。そんなこんなで。ホコリは、一応内側からのホコリはある程度取れてますんで、外側はね後からでも拭けますが、内側はもう一回つけたらもう二度とって言ったらおかしい、バラせるけどバラしたくないですよね。ということでやっていきましょう。合体です。いやー怖いね。ここをまず入れて、これね、タイヤがどうしてもここが内回りになってるから、どうしても入れる時にタイヤが当たりやすいんですよね。だからどうしても入れにくいっていうのはありますな。でよいしょ、入ったか。タイヤが当たるけど、怒られすぎた。難しいね。もう合体って嫌い、いつも思うけど、一回先に全部入れた方がいいかな。でこの後ろの部分をはめ込んで、これに関しては、タイヤでカールが当たる。前じゃなくて横なんで、タイヤが入らない。どっかで引っかかっとる。タイヤが当たっとんか。タイヤが当たる。怖いね。
汚いなという。まあ、まあいい。よし、と一回入れ込んだ方がいいんかな、これ。こう、よいしょ、よっ、うわ、ああ、後ろ入り込んで入りすぎちゃってる。これやっぱり一回入れた方がいいんだろうな。どこが当たってるんだ、やっぱりタイヤが当たってる。いや違うな、なんか違うもんが当たってる。いや、やっぱりタイヤだな。よいしょ。ああ、パキパキ言うてる。パキパキ言うてる。怖い。一回外す。やっぱタイヤだな。タイヤだな、やっぱり。タイヤだ。これ、誰か、うまい人知りません？これ、綺麗に入れる入れ方。絶対、あ、絶対これ当たるんだよな。ほんで、なんかどっか別のとこ当たってねえか、これ。後ろあまり引っ込んで、ちょっと外して、入れるだけで一回を今日終わりそうだ。これね、前なんだよな、前が。よいしょ、あ、タイヤでカールに当たる、タイヤでカールに当たる。よっ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 、あ、ここが当たってた、これが当たってた。あ、入った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 よ。もうちょい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 、よっ、横を入れて入れて、うん、でまだ当たってる、なんか当たってる、ここが当たってる、ここ当たっちゃダメじゃん。あれ、ちょっと待って、これ入らないパターンだな。ちょっと待って、一回抜く。大騒動だよ。大騒動ですよ。当たるパターンだな、これ。どうするね。よいしょ、一回抜こう。これは前から入れんといかんのか、これ。ちょっと待って、ミラーが曲がっとるけど、これもええか、もう。今更だ。よいしょ。前から入れてやらんといかんのか。よいしょ。あ、ここが当たるのか。よいしょ、入った。いや、これ入らない。え、ちょっと待ってよ。入った？いや、絶対当たるよな、これ。あ、入った。よし、クリア。よし、クリア。ここの後ろ。よし、入ったよ。とりあえず入ったよ。よし、ボディに。あ、パキパキ。後ろ、かかった。これで、ここなんですよ。ここが、うい、うい、来た。来たよ。よいしょ。今度はこっち。こっちが入ってない。パキパキ言うな。入ってない。当たってる？見えてる？映ってなかったらごめんなさいね。パキパキ言う。ここ広げて。えい、入った。これ入って、入った。入りました。うん、まあですな。はい、無事入りました。はあ、やっぱり合体はやっぱりきつい、怖いね。どう？いい感じで、タイヤの位置とかも、やっぱりタミヤなんですな。こういうのがしっかりしている。で、ちゃんと動くよ。後ろも綺麗にね、動きますな。はい。なんか落としたとか割れたとかそんなのはない？とりあえず大丈夫そうだね。ホコリが入ってたらもうそれはしょうがないとしよう。内側のまあガラスの傷はもういいや。もうしょうがねえ。いや、いいね、やっぱりか。まだあれがつい全部ついてないけどさ。でもやっぱりいいね。いや、塗装しっかり頑張った回だ。あ、いいね。フロントもまあ、これちょっと色がね、いい感じになりましたな。
いいね。はい、ということで合体の騒動でございましたね。これあと最終的にはボディを磨きますんでね。あ、ここちょっと塗装うまいこと言ってないな。ちょっとなんかついてる。ここね。まあまあまあ、これはまあこれでよしとしよう。うん、やっぱりピチッと揃うといい、綺麗な。これがピチッと揃わない時があるじゃないですか、いつも。あれはあんまりよろしくないんだけどな。で、ここまで来たから、あとは、もう、ちまちました部品を取り付けていくだけですな。はい。じゃあ、ということで、まあまあ、最大の懸案であった、これですね。フロントの、さっきも言ってた、ね。こいつ。まあデカールを失敗して結局手でアナログで塗り直したってやつですな。これをつけていきましょう。まあ一応合わせたんで、ある程度はあの塗装前にある程度合わせてるんで、一応あのうまい具合に合うはずなんです。ほら、ね、色塗った意味があんまりないような、わからんなピタッとはまっていく状態なんで、これを何でつけるかなんだよな。せっかく色塗ったのはいいんだけど、ここまで色塗ったのはいいんだけど、ほらこんな感じね、わかる？しっかりと塗装し直したってやつね。これ全部塗装、本当はデカールだったんだけど塗装でやりました。はい、ということでこれをどうやってつけようかな。よいしょ、こんな感じつくんで、デコプリでつけるかな。してみるか。まあデコプリはあのあれしたら、あのはみ出たら塗り直、あの剥がせるんでね、デコプリでやってみましょうか。で、そのデコプリがないと。デコプリがどこ行った、あった、これでやってみましょうか。じゃあ本当はあの当たりがないんで、あの塗装でやってもいいんだけど、難しいとこだね。よいしょ、じゃあちょっとデコプリでやってみましょう。どう塗るか、やっぱりこうだな。ちょっとめんどくさいけど紙に出しましょうか。よいしょっと、これをつけたら、あとはまあ細かいものつけて終わりって感じになってくるんで、もう組み立てまで、ある程度組み立てもある程度終わってるんでね。あとミラーとウィングとかな。よいしょ、よし、じゃあつけていきます。こっちにつける方がいいんか、こっちにつける方がいいんか、この辺につけて、まあ、はみ出たらね、もう後で剥がせ取ればいいんで。よいしょ。まあね、これずっとほったらかした、あのちょっと置いとったじゃないですか、あのなんだ、あの塗り直しで。ちょっとね、あのやっぱりこういうのは一回始めたら最後まで一気に行きたいよね、こういうのね。やっぱり途中で止めるっていうのはあんまり気持ち的にもあのなえるって言ったらおかしいけど、うん、やっぱりやるんだったら最後までビシッとね行きたいっていうのはありますよね。はい、じゃあ
けていきましょう。よいしょ。よっ。こいしょ。はみ出さない方につけれれば、OK だけど、やっぱちょっとはみ出るかな。まあ、はみ出ても、はみ出てもまあ、後で拭き取れるんで、よいしょ。こんな感じかな。ね。うまいこと、うん、はみ出ずになんとかなったっぽいかな、これで。まあ一応段はあるんで、そこ段狙いで行けば多分いけると思うんで、よいしょ。じゃあもう一個、もうちょっとですね、これも。あ、そう。ほいで、これ、ちょっと今気になってるのが、ここにもうちょっと、あれがつくんですよ。デカールがあるんで、それを貼るべきかどうしようかな。貼らなくてもこれでいけると思うんだけど。まあ、貼るか。ちょっとそれは、また貼ります。ということで。今はとりあえず、もうこれをつけるのにね。つけとかないと。よいしょ。うっすらと。薄くってほどでもないけど、とまあいい感じになるよね。塗ってよっ、この辺かな。よいしょ。で、こっちの縁にも、よいしょ。これでいけるかな。よし、じゃあつけましょう、こっち側もね。よっこいしょ。よっこいしょっていうほどつくんじゃないね。ペッ、ペタッと、ペタッと、あ、ずれてる。入った。よっ、いいね。いい。狙い通りの位置に来てくれたら、ありがたいが、合う！ポンっていった。ちょっと内側入っちゃったかな。ピンセット、ピンセット、ピンセット。ちょっと、ちょっと内側に入りすぎたから、こうちょっと倒れたんだよね。ちょっと一回外す。外すっていうか、よいしょ、付け直す。よいしょ。うん、でいいかな。こんな感じだね。ちょっとぼやけてるなぁ、色が。で、ちょっと、ここ、今、ここにちょっと、デコプリがはみ出たんで、これはもうこうやって、取っちゃいましょう。取れるんでね、こうやってね。よいしょ。はい、はい、はいっと。こんな感じかな。あとは、つまようじ。角に塗ったところをつまようじちょっと削って、削るってわけじゃないか。こんな感じになりましたね。はい、できました。ね、いい感じになったと思います。で、ここにデカールを貼ろうか貼らないといかんんだけど、それはうん、やっぱ貼らんといかんか。ちょっとデカールはちょっと貼っていきますが、まあちょっとそれはもう裏でやりましょうか。まあ慌ててやるもんじゃないんで、うん、ちょっとそれは裏でやります。これここにデカールね、ここの横にデカール、まあ撮影するほどのもんでもないと思う。ただここにこの黒を延長するぐらいな感覚なんで、まあそれはもうちょっと裏でやります。そんな見せるほどのもんでもないと思う。まあできたところを見ていただければ大丈夫かなと思いますので、まあこんな感じで合体もうまくいったし、でかヘッドライトもなんとかついたという感じですね。まあ長年の懸案でずっと1週間2週間止まってた分がようやくクリアしたと。さあこれでもう最後までいけますな。まあちょっとね、トレーラーさっき
この前までやってたトレーラーがちょっと今裏作業に入ってるのが多いんで、どうしてもね物が大きいだけにねちょっと裏でやらなきゃいかんことがちょっと多いんで、ちょっとそれをねあのできするタイミングができましたんで、こっちを進めていけば、うん、その間に裏の作業ができますんで、ちょっとそういう感じでやっていきたいと思います。まあ今日は合体とヘッドライトでございましたということで、ちょっと今日は短いですけどね、はい、じゃあ続きをやっていきたいと思いますということで、もうこれであとはもう最後ね仕上げて終わりですということで、今日はこの辺でな感じですね。いいね。な感じね。はい。ということで今日はこの辺で。いいね。かっこいいね。ではこの辺で、それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。